こんにちは、タモリです。こんにちは、堂ひろ子です。この前珍しい人とお会いしましたね。はい。まあお名前を、まあ、申し上げてもいいんですけど、別に秘密にすることはございませんが、まあ女性の方なんですけどね、まあ、こう文章書いてなさる方なんですよ。有名な方ですか？まあ言えば大体わかると思います。あ、そうですか。まあお父さんも有名な方なんですけどね。はい。その方と会っていろいろお話ししましたらですね、その方というのはラジオというのは今まで聞いたことなかったそうですよ。うん。懐中電灯とラジオは非常のもんだったと思ってそうですか、そういうもんだと思ったらしいんです。懐中電灯とラジオっていうのは同じ、ね、セット同じようなもんで、その何年間という人、その人はもう31ぐらいなんですけどね、ずっと聞いたことないな。20代も10代も受験の時もラジオっていうのは聞いたことなかったらしい。あ、そうですか。全くご縁がなかった。全くね、ラジオってのは聞くもんじゃないと思ったら非常のもんだと思ったらしいんですよ。へー。それで初めて聞いた番組がこの番組だったそれはアンラッキーだったんじゃないでしょうかちゃんと聞いたラジオの番組、初めて聞いたのが二十何年間経って、初めてちゃんと聞いた番組がこの番組だったらしい。あらあらあら、どんな評価か怖いで、それでいっぺんに参ってしまって、どこ行くにも聞いてるらしいんですよ。あら、まあ嬉しいですね。ありがとうございます。珍しい方はお会いしましたよ。あ、でも考えてみれば私たちはラジオの世界にずっといましたので、当然のように生活の中にラジオがありますが、そういう方も割に多いんじゃないでしょうか。そうですよね。防災のバッグの中にずっとしまい込んだまま。そういえば、まあ、まあ我々大体お便りもらったりなんかする人は、あの工場関係の人とかね、はい、金井工業の方とか商店の方とか、そういうのほとんど多いでしょ。そうですね。そういう方はやっぱり作業しながらやっぱ聞いてるわけですが、そういえば普通の女の人だよ、もうその OL やっててラジオってやっぱり聞かないかもしれないよね。そうですね。朝と夜しかね、お家にいらっしゃらないし、営業じゃないですから、車の中でも聞かないし、この時間特に聞かないでしょ。そうですよね。土曜日はデートとかね、いろいろあるでしょうしね。この人はもう毎週聞いてるらしいんですよ。なんでまた最初聞いた？そうですか。いや、たまたまなんか回したらしいのね。たまたま回したらラジオかと思ってスイッチ入れて聞いてみようと思ったらこの番組だったらしい。でもよかった難しい人に言いますよね。まあ多分今日も聞いてらっしゃったんですどこ行くの聞くらしいんだよ。あ、そうですか、嬉しい、ね、みんなでどっかドライブ行くときはすいませんって聞くらしい変えて面白い。で、周りの人もついでな聞いてったらやっぱ驚いてるらしいですね。こんなことが行われていいのかっていうということで、まあさらに今日はまたこんなことが行われていいのかというような放送になってるんで、ちょっと私も内心じくじたるものが吹っ切れたわけですけどじゃあ参りましょうか。はい、はい、日産ラジオパラダイスタモリです週刊ダイナマイク、ダイナマイク、ダイナマイク。誤解されると困るんですが、本日はそういった事情がありまして特別プログラムですね。はい。その内容というのは今日大阪から火がつきまして、いよいよ東京上陸を果たした衝撃の企画、スターが挑戦クイズ喫茶カズヨシ。今日はラジオを聴く皆さんも童心に帰って楽しく過ごしていただこうと、口では言えない豪華プレゼントも用意いたしました。口では言えませんので、どうか最後まで心の耳で聞いておいていただきたいと思います。伝わるといいんですが。そうですね。では1曲目はベイシティローラーズです。イエスタデイズヒーロー。ここで番組をお聞きの皆様に素敵なプレゼントがあるんですよ。やはり全国ネットということですので、ドーンと大奮発いたしまして、いい、おなじみの卵を20人の方にプレゼントしようと思います。出ました、ケツメドビラン。違います。毎回毎回失礼な
持ってきていただいてプレゼントさんだっけ、スベロさんなんだっとにもあれなんだっけという愛称でおなじみの愛称じゃないじゃない、愛称じゃないですよ、これスーパーで見かけてなんか思わず笑っちゃったじゃないですかこれだと思ってでも覚えやすいですけどね、正しくは鉄ビタ D ラニンですね、一位違いだよね、全然違いますよ、違います、全然違いますよ、鉄ビタ D ランですよ、これあの以前もやったんですけど、はい、そうですね、はい、伊藤忠資料の鉄ビタ D ランはカルシウムの吸収、骨の形成に必要なビタミン D と健康な血液を作るために必要な鉄分をバランスよくたっぷり含んだ卵なんです。ですから普通の卵と比べてビタミン D が10倍もあるんですね。で鉄分が 1.7 倍も含まれております。そうです。でこの鉄ビタ D ラン、通常は1パック6個入り330円で販売されているんですが、これを6パックを1箱にして20人の方にプレゼントいたします。これ飲んでみましょう。見てください、この卵の真ん中、力強いこの黄身、黄身がねしっかりしてますよね。すごいですね。これあのあ、本当だ、すごい力強い、プリンプリンしてて美味しそうな卵です。これ味もねうまいでしょ。そうなんです、っていうだけなんと本当に、はい、私これもあの密かに持って帰って食べましたけどね、これうまいでしょ。これ飲んでみます。飲んでみます。美味しいですよ、生で飲んでも。いいんです、先輩さん、そんなどうぞどうぞ、これはうまいですよ。これお疲れですから、そうですか、力つけてください。いやでもこれしっかり白いご飯とか今日はない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 、やっぱりそのままで味わっていただけたら本当の味が、ああそうです、はいはいはい、グッとグッとグッと、君も一緒に、うん、あ、スルンと飲みました。飲んじゃダメだよ、どうぞ潰して味わわないと舌で転がしてちゃう、舌で転がして、ね、そのこの飲んじゃダメだよ。君の味がわからない、君の味がわかんないじゃないよ、ね、違う、君を君をあのベロの先で潰そうと思ったんだけど、すごく弾力があって潰れなかったんですよ。噛まなきゃ、これは。いや、それ作家の人はそれなんでもう一回あげるのかっていう話があるんですけど、これは噛まない、下の先じゃダメだよ、硬くて。これやっぱりしっかりした黄身なんだ、醤油とかないんですかね偏ってますから、こういうのでビタミン D をね取った方がいいですよ。鉄分も、はい、カーッとなりやすいですから、カルシウムも取った方がいいですね。あ、でもこれね、白身もこれ全然そうです。どんな味そんなに味はないですけど、うーんと力強い。黄身は、うんうん、おいしい。はい、やっぱりいいよ、卵って甘みがありますよね、黄身にね、うん、甘いと甘いですね、はい、時間がないみたいですよ。ということで、はい、鉄ビタ D ランご希望の方はハガキに住所、氏名、年齢と電話番号を必ずお書きの上、郵便番号 100-87 日本放送タモリの週刊ダイナマイクプレゼント鉄ビタ D ランの係までふるってご応募ください。はい、これ美味しいですからね。はい、それではもう時間ございません、ぐだぐだ言っているよりも最後に大好評、はいはい、世界各国の言い伝え、カメルーン編いきましょう。お願いします。若いうちの活躍は泣いてでもしろ、チャイナラプーということで、また来週どうぞなんと、まあ、なんと言っていいのやらね、さよなら、ごきげんよう。こんばんは、田村です。こんばんは、堂ひろ子です。一貫来福と言いますか、三寒四温と言いますかね、まあ難しく言うとだんだん寒くなってきたということなんですけどね。はい、まあ、この間大学出たと思ったら気がついたらもう11月ですよあれ早いね、本当に今年もあっという間ですよね、正式にはこのイロハですからね、イという間が正しいんでしょうけどねこれ、はい、私は学会ではその説を注意しておりまして、5つ6つでイロハを覚え、ハの字忘れて色ばかりなんてね、昔の人は粋なこと言うね、本当に風流ですよね、流すこと風のごとしというやつだな、なんかまあそんなことで今日もとりあえず行ってみましょうか、2時間タモリさんの瞬間ダイナマイク、ダイナマイク、
改めて挨拶。はい、フリーエージェント歴51年のタモリですが、まあプロの自由人デビューは中2の夏から宣言しましたですね。あ、そうなんですか。長いですね。私も自由業と主婦業の兼業主婦です。そうですね、大ひろこです。指切ってね、大変ですよね。はい、先ほども言いましたが、気象庁は今日正式に11月入りを宣言いたしまして、はい、意外に知られてないことなんですけども、地震の震度と同じで、これは体感です。え、歴の管理官が11月かな、こう思ったらその日から11月になるということ。知らなかった。まあ、一部のお調子者は明日から3連休と言ってますが、そうはうまくいかないね。何か落としてながるんじゃないか。うん、なあ、紅葉前線の方は大井川で川止めに合ってると想像しまして、まあ、こういう工業大水からの密書が届いておりまして、無事に薩摩までたどり着けますでしょうか。まあそれはそれとして、今日の1曲目です。意味のない放送には意味のない曲からお届けしましょう。スマップテンダラー。この世はわからぬことばかり、さてな、どうして、なぜかしら。さて、金曜夜の特選教養バラエティ大人の疑問の時間がやってまいりました。面白い、よくわかる、ためになるというおはがきがタモリさん宛に殺到している大人の疑問です。この番組は自然の恵みを届ける壺八がお送りします。豊富なメニューでおなじみの壺八に、この秋自身の新メニューが登場。壺八ならではのボリューム、三陸産カキフライ、具沢山でスペイン風の味、ポテトチーズ焼き、ホクホクのじゃがいも、チーズコロッケ、食べにおいでよ。壺八秋の新メニュー、美味しくって楽しくって。壺八ウルトラのシリコーンパワープラグコードはいかがですか。はい、もう加速がすごか、上り坂も滑るごたる、もうぐんぐん行くよ。こんなことから、ここ九州でもウルトラは大人気です。それにアイドリングも安定したし、車が生まれ変わったことですよ。つければ差が出るウルトラのシリコーンパワープラグコード。 Let's just meet my fiance です。文句があれば言ってくれとチームメイトに言うピアザ。本音をぶつけ合えるチームを作るピアザならではの作戦だ。グラウンドの外でもリードが冴えるピアザである。 Yes, just me. 小松は今 just meet。 痛い、誰だ人の足を踏むのは。ごめんなさい、産経新聞に夢中で。夢中だ、僕の産経新聞だぞ。ちょっと君、そんなに動かしたら読めないじゃないか。僕の産経新聞だぞ。電車の中では一人に一部産経新聞。購読のお申し込みは 0120-34-4646 みよう読む読む。さて、全国の皆さんこんばんは。上柳正樹です。上柳正樹です。ですね、うん、大人の疑問でございまして、うん、スタジオにはタモリさんと堂ひろこさんです。あ、タモリです、よろしくお願いします。イエーイ。若いですね、タモリさん。息が上がらないですね。息が上がらないですね。さて、大人の疑問なんですけれども、うん、先週いただいたこの方に1万円をもう差し上げておりますが、なんだっけ、群馬県藤岡市42歳自営業の方、新井保さんです。うん、風が流行っていると、うんうんうん、風を引くとどうして熱が上がるのかと。あ、発熱のメカニズム。そうですね、あと鼻水、咳、くしゃみ、関節の痛みは何なのかと。うん、これでございますね。わかりました。まあ、お医者さんの立場から今日は森田先生にいろいろとアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。それではこちらの疑問をもとに風について調べてまいりました。まあ、先生、今回結論から先に言わせていただきますと、風邪をひくと熱が出るというのは、まあ、詳しいメカニズムはやはり詳しくは解明はされてないようなんですけど、その前に一つ皆さん方に、まあ、初歩的なことで誤解が多いので言っておきますが、風邪と感冒、これは違うということですね。あ、そうなんですか。
ですから、ネビエとかなんとかのことを風邪と申しますが、はい、つまりウイルス性のものと非ウイルス性のものと2つを皆さん混合してらっしゃる。そうなんですか。そうなんです。となりますと、ウイルス性の方は、あ、これ感冒と言いますね。ですから、あの、はは、流行性感冒というんです、正確にです。でも、ネビエとかそういうの寒くて、ちょっと体おかしくなったっていうのは、かじゃと書いて、風邪って。風が邪魔のじゃ、これは2つをですね、ウイルス性と非ウイルス性。なるほど、なるほど。これよくあの間違えます。もう私もこれ間違ってましたね。今日はその、感冒の方に。感冒です、そうですね。感冒。その、まあ、一番すごいのは官房長官って、ね、医者もやっぱりね、ユーマの医師で、まあ今日一時官房官房というのも面倒くさいんで、それらはまあ大きくひっくるめて、まあ風邪と言ってもいいような気もするんで、ありますが、まあ、大きくひっくるめてもいいですけども、もちもち主眼はあの発熱ですから、そうですね、まあそれは差し支えないですね、じゃあまあその官房というものですね、ウイルスでございますね、はい、でなぜ熱が出るのかというと、人間の体がこのウイルスというものをやっつけるために戦っているからと。そうなんですよ。いうことみたいですね。いろんなまあ防御の方法がありますけどね。ではその戦い方というのをこれはまあ詳しく見ていこうということになりますね。これ何通りもあるんですね。何種類も。戦車隊、歩兵隊、騎兵隊もありますよ。あらら、そっちの方もありますか。そういう風な体の中にも同じような騎兵もあれば、重戦車隊もあれば、まあそういう機関砲隊もあるということですね。先生、このウイルスというのが、ブルース。そうですね。主演。いつもいるところにいるところ、なんでそんな危険なことが起こっちゃうのかというすごいですね、そっちの方に持っていっちゃうんですか。持っていこうかなと思って戻しちゃった。そうですね、ありがとうございます。これはあの細菌などとはちょっと違って、そうなんです、ウイルス自体そのものだけでは生きていくことができないという生物の最小単位なんですね。そうです、そうです。そのものだけで生きていけないっていうことはどうするかっていうと、他の生き物の細胞に取り付いて侵入して増殖するという、そういうことですね。ですから人間は、人類歴史はやっぱり人間の歴史と言われてるようにですね。おこれ一瞬にしてそれ当たり前じゃったら分かるんですから。ですからこのウイルスというのもですね、つまり我々の中に入ってお世話になってるわけですよ。善玉のウイルスっていうのがいるわけですか。お世話になってるわけですから、こいつを滅ぼしたんでまた次家を見つけなきゃいけないっていう。ああ、なるほどね。微妙にそいつらも考えてはいるんですけどね。ああ、なるほどね。あ、生かさず殺さず殺さずということです、ね、みたいな感じで、そういうなんです。人の体の中に生き続けようと。ああ、なるほどね。そういう知恵があるかもしれない、あります。で当然このまあ感冒、風邪のウイルスも人間の細胞に入り込んで増殖をしようとするわけであります、どうやって入っていくのか。これがもうやっぱりウイルスそのものは運動能力を持っておりませんので、これもやっぱり他のものの力を借りる。それがくしゃみ、そうですね、咳、さらには空気の対流、風、この力を借りて空気中に漂うことで人間の体に入り込むチャンスを伺う。まあそう言われてますけど、ほとんどあの空気伝染というのは最近の研究では風邪しないんですよ。多分にあの飛沫がこう机の上と落ちまして、それを他の人が手で触って洗わずに口に入ってしまう。もう手を洗いってのは本当にあのそういう風邪の予防は手洗いからね。特にこの手のひらはよく洗うんですけど、この指と指の間のところ、ここにもついてる。なるほど。だから外科医の人たちがその顔は何なんですか先生。もうテレビで放送したい。後ろで皮引っ張っちゃったような顔しましたよね。風邪の予防はマスクとはでなくて、まず手洗いから、うん、私も50になって初めて50の手洗いこの野郎っていう感じですけど、その顔はその顔は、あの外科の先生が手術するときに一番丹念に洗うのはこの指と指の間だったんですね。そうですよ、そういえば手洗うときってここは素通りですね。表と裏は洗ってもね、だから指と指をこう重ねて何度でも洗う。なんですかね。どうぞどうぞ。今の良かったですよ。好きです。ちょっと流水で必ず溜めおかない。流水、流水でね、はい、できればお湯、お湯のがいいんですね。はい、はい、何度もない。じゃあちょっとそれで取りすぎ先に進みたいと思いますんでね。
まあ空気中ですとか手のひらについたものね、まあくしゃみしたものが床に落ちるわけですよ、ウイルス、でウイルスってのは床に落ちてもしばらく生きてますから、そのまた風で舞い上がって吸い込むとか、まあそういうことあるわけなんですね、で人が呼吸する空気の中などに紛れ込んで取り付くと、でうまい具合にウイルスが人の体に入ったところから人間とウイルスの壮絶な戦いの膜がきっと落とされるんですね、鼻、鼻ではウイルスの侵入を防ぐために粘膜がありますね。粘膜があります。あの繊毛と呼ばれるね、細かい細かい毛が、カビ孔塊という鼻の奥の方にこう生えておりまして、はい、一定方向、外へ外へ向かって動いていて、そうそう、粘膜と一緒に外へ外へ出そうとする。大概はまあこれで出て鼻くそになっちゃうわけですけどね、体が弱っていたり、この機能がちゃんと働かないと押し出されずに鼻の粘膜の細胞に取り付いてしまう。さあ、こうなるとですね、こっからなんです、鼻が詰まって鼻がね、もう炎症起こしちゃう、白血球が、体の中に異物が入ったということで、白血球がこれを対する役目なんですよ、このウイルスを、さあ白血球がこれを迎え撃とうということで、大量のですね、粘膜がどんどん作られて、で鼻水となってこれでもかというふうに外に押し流そうとするんですが、これがまあ風邪の時の出る大量の鼻水なんですけども、もちろんだから体の水分をもとにこの粘膜というのは作られるわけですからね、どん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 押し流そう押し流そうとするんです。これで成功すればいいんですけどね、これはまあそれだけじゃ成功しない、それから喉、喉、喉もやっぱりこの奥の方に繊毛に粘膜のかかった 粘液のかかった粘膜がありまして、ウイルスが侵入すると繊毛は働くと、くしゃみとか咳でね外に出そうとする、ところがそれでもウイルスが押し出せないという時に、さっきの白血球がこの攻撃をもっともっと仕掛けてくるわけですね、喉の毛細血管から白血球がにじみ出してくる、じくじくと出てくる、それでウイルスと戦う、でその時の戦いが長引いていくと、白血球の戦いを支援しようと心臓から血液が次々と喉に送られてくる、その結果その部分が温度が上昇し赤くなる、赤くなる、死骸がたくさん出てくる、その赤く腫れたのが、いわゆるこの喉が腫れちゃったよとか、赤くなっちゃってるよということ、死骸がする、そしてその死骸が、そう、死骸が痰となり、元なり山となり、はい、いうことですね。なるほど、まあ、この体の防衛機能の不思議さ、だからこの炎症奥深さというのは戦かしさ、そう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 、炎症ってのは戦ってる現場ですから、そういうことです。あんまりだからこれをすぐに収めようとしちゃいけない、いけないってことになるわけなんですね、これね。じゃあどうしたらいいんですか、全部そこなんですよ、戦い終わるまで待った方がいいんですか、そうもしておられそうもしておられついてる人、はい、ちょっと先進みますけどね、行きましょう行きましょう、まあウイルスと最初に戦うのが、まあ、鼻と喉で、鼻水とくしゃみ咳喉の腫れが風邪の初期症状と言われるのは、まあ、これよくわかりますよね、はい、さあこれが前半戦なんです、人間とウイルスの戦いの後半戦、前半戦の結果ウイルスのまあ勝ちと、人が退治しきれなかったとなると、ウイルスは人の細胞にいよいよ取り付いて侵入をどん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 してくる、体の中が入ってきて急激に増殖していく、増殖しますね、急激に増殖、増殖する場所では炎症が起こって、そうです、痛みがどんどん発生するわけですね、白血球がどんどん来るわけですからね、それはまあ関節だったりいろんなとこだったりする、そうです、リンパ管にも侵入します、リンパ管です、体中を駆け巡る、その結果ウイルスはたくさんのリンパ管が集まるリンパ節というところに集合する、さあそうするとリンパ球と戦うことになる、その戦いの過程でリンパ節は熱を持ってまた炎症、これが風邪がまあ本格化し始めると、体の節々がどうも痛いな、痛いな、その音ですね、リンパ節が腫れちゃってるわけですね、要はね、ウイルスと戦っていて、こうなると人はウイルスに対してもう体全体を使って戦いを挑もうということになります、体の中で悪いやつが入ってくる、入ってきたぞということで、それを見つけて知らせるためにパトロールの役をしているのが、大きく食べるという大食細胞という、大きく食べる、大きく食べる、マクロファージ、マクロファージさすが先生早いですね、さああと1分半ほどで大変だよ、物語はいよいよクライマックスに来るわけです。この大食細胞というのがですね、ウイルスを発見すると、これがですね、この辺がよくわからないんですが、発熱物質と呼ばれる物質を出すんですね、体が、そうしますとここで熱を出すんです、発熱物質、このメカニズムがちょっとわかんないところなんですけどね、じゃあ何のために熱が出るのかというと、体温上昇させて白血球の運動性や活動性を高めると、活発にすると、で2番目がウイルスを抑制する作用のあるインターフェロンの生産が、体温が高くなることによって
増強されるらしいんです、うん、3つ目がウイルスというのは一般的に熱に弱い、うん、体温が高くなればウイルスの活動が弱まるという、うん、この3つで発熱が促されるらしいんですね、うん、だから発熱というのはウイルスと人とのこの壮絶な戦いの最終段階の非常手段であると。ハルマゲドン、ハルマゲドン戦ってるわけです。だから、うん、ちょっと熱が出たからっつって7度南部ぐらいで下げちゃいけないって、下げちゃうというのは逆効果になるということになるんですね。そうなんですね。解熱剤自分の軍隊を自分で殺してるみたいな、そういうことになっちゃうわけですね。だから熱が出た時は、まあ、とりあえず安静にしてくださいというのはこれは本当に理にかなったことという。で、栄養とともに十分に休養をとっていただきたい。そして水分もスポーツドリンク、あまり冷えてないものを大量にとっていただいた方がいい。新陳代謝を盛んにして白血球の戦いを有利にしてほしいと。有利よ、ちょっと最後の方急いでしまいました。はい、このようなメカニズムであるという、はい、先生よろしくお願いします、はい、私たちからのお願いでした。ありがとうございました。豊富なメニューでおなじみの壺八に、この秋自身の新メニューが登場。ウニのうまさを箱ごと楽しめる生ウニ、和風の野菜あんかけがポイント、マコガレーのあんかけ、やっぱりカニは焼きタラバ。食べにおいでよ、壺八秋の新メニュー。美味しくって楽しくって。壺八、回転のいいエンジンです。回転の悪いエンジンです。おいよ、新しいテナ新コスモリオ SJ、 国際基準 API に認められた最新最高グレードのエンジンオイル、小燃費性、低温流動性、排ガス対策が違う新コスモリオ SJ。 うわー、生まれ変わったみたいや。コスモ石油。秋の一日、思い出作り。緑の中のアートリゾート箱根彫刻の森美術館、ただいま日本新工芸展開催中。ジョン・トラボルタ主演、不思議な愛を心に伝えるフェノミナンの試写会を12月3日火曜日午後6時30分から有楽町読売ホールで行います。ご希望の方は郵便番号 100-87 日本放送吉原声優ゴールデン映画試写会フェノミナン係まで。この番組は自然の恵みを届けるツボハチがお送りしました。まあ、日本には2万もですね、その温泉の元泉源というのが、源泉というのがあるということなんですが、最近ですね、1月の23日に世田谷区の瀬田のスポーツクラブのスポーツコネクションで出ましたね。43度ですよ、地下の部分で60度というですね、毎分400リットル都内最高の温泉が発見されたんですね。2キロぐらい掘りましたね、あれね。家庭用のあのお湯の風呂場だったら45秒でいっぱいになるぐらいの。でもあれ地域のために開放すると言ってらしいですね。露天風呂作ってですね、うちの近所はみんなよく温泉に行きますし、そうですね、うちからもうパンツ脱いでこうって倒れてゲタ入って、ゲタ入って、ああそうです、246とか歩いて、ああカンパチ渡って、みんな行ってから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 行きますか。246まで来ると大勢行きますから、恥ずかしい、混みますね。6月予定でなんかオープンの予定だということで、弱アルカリ性の食塩泉というものだそうですよ。楽しいですね。さあ、来週の大人の疑問なんですが、愛知県の名古屋市にお住まい竹村幸恵さん、34歳の奥様、ふと思ったんですが、ヘリコプターは上に上がったり下に下がったりするのはなんとなくわかるんですが、どうやって前に進むんでしょうかという。ああ、簡単ですよ、ヘリコプター見ては目はわかるでしょ。わかんない、まあ、斜めになってますよ。またじゃあそれは来週ということでございます。斜めなら斜め、ずっと斜めに行くんですかね。斜めとこういうで、こう水平の時はこうやってこうやって、はい。採用の方1万円でございます。郵便番号 100-87 日本放送日本全国タモリです。大人の疑問の係まで皆さんの疑問をどんどんとお寄せいただきたいと。来週はヘリコプターの疑問です。